They call me sassy when I'm strolling down the street. They call me classy when I'm serving just the best. I can be deadly when I find somebody lovely. And now I'm ready like a kitty in a dress. いやついに買い替えちゃいましたね。はい、ママさん、あんなにフェデカのあのセット気に入ってたのにまた新しいの出ちゃったんですよね。もうゆらげさんで見ちゃったから、今回はちょっとコーヒーのドリップセットを新しく買い替えたんで、これそれをちょっと紹介していきます。はい、じゃあお願いします。こちらがこの新調したコーヒードリップセットになります。セットなんですよね。セットいうかこういう形でゆらげさんが展示してあって、いろんなブランドがそう合わさってこの一つのドリップセットになってるんですよね、うん、そう、すごい変わりましたね、雰囲気が一気に。じゃあ一個ずつちょっと紹介してもらってよろしいですか、はい、では上からいきます。まずこちら、はい、折り紙ドリッパーずっと欲しいって言ってましたもんね。そう、この形ギザギザのね、はい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 、折り紙、折り紙っていう、まずドリッパー、そうドリッパー折り紙、はい、はい、でこちらはあの陶器のタイプとこのエアーっていうタイプがあって、これはエアーです。エアー陶器は割れるから、うん、やっぱりアウトドアに向いてないと思うんだよな、はい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 、はい、うん、だからまあエアーの方にで、色もいろいろあんねんけど、まあ、黒がいいかなっていうことで黒で、ゆらぎさんも黒置いてはったんで、はいはいはい、ちょっと今回黒にしたけど落としても割れないと、なっても大丈夫っていう大丈夫。1,2,3,4 5つから成り立ってんだよね。そうの1つ目、ドリッパーが折り紙、折り紙です。そう、はい、でもまあ、こちらのドリッパーホルダー、はい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 、こちらも折り紙なんですよ。爪がね、折り紙のドリッパーホルダー、そう、ドリッパーホルダーね。当然これ折り紙のホルダーでドリッパーやから合うに決まってるよね。合うに決まってるね。ここまではもう分かりやすい、シンプルで、うん、はい、そして、うん、で、この3つ目がドリップスタンド。このドリップスタンドはグローカルスタンダードプロダクツっていうメーカーさんが作ってんねんけど、ここのね、これね、ここにこのくぼみんとこがシンデレラフィットするのが、そう、折り紙の先ほどのドリップホルダーですよね、はい、カポッと入るから、ジャストやもんな、うん、ゆらぎさんが発見したんやろうけど、このセットで、このドリップスタンドすごいコンパクトになるのよ、こう、うん、こっちや、こう、危なかった今、あのまま行ったらもうメギメギメギって言われるとかやな、逆に言ってた。こう、これでもこの薄さ、巾着ついてんすよね。そう、巾着ついてて、そこにも巾着にも入れるという、これはもうキャンパーにとって大事な、かさばらないっていう、グローカルスタンダードプロダクツさんのドリッパースタンド、こういうことですね、はい、はいはいはい、このセット異なるブランドが、うん、集結したんよね。そしてこれはネットで探して耐熱ガラスのやつを買ってんけど、これは金とのやつ、ちょっとどうしてもね、うん、やっぱサイズ的にこうなんで大きいのは入んないですよね。そう、コーヒー2杯分、2杯分入れれる金とさんのコーヒーサーバー、コーヒーサーバーです。かわいいっすよね。かわいい、この丸みがなんともいいね、うん、なんかこれはまだかくまってる方やね、うんうん、丸いのもっと丸いから、ちょっとでも丸みはあんまりいらんかなって、折り紙には合わせるのかなって思って、トゲトゲしようなちょっと角張ったやつを選びました。これが4つ目ですね。はい、そしてこれっすよね。これもうコーヒー好きの人はもうみんな使ってるタイムモアのスケール、かっこいいっすよね、うん、ピーって、これもうタイムも測れるしグラムも測れるし、いつも同じ好みの濃さで入れれる、味に仕上げれる、そう、
そうですよね、あのドリップする時間で変わりますもんね。そう、だいぶ変わるから、やっぱり正確な時間計りながら。僕がソロで行った入れたコーヒーってそうまずいんよ飲んでびっくりするもん、まず俺こんないつもまずいコーヒー飲んでないのかな。あ、それ、これがあることによって、これがあることにもうそういうことも起こらないと、うん、と思うねんだよ、普通はな。これを使うことで みんながバリスタってことだよね。そう、こういうのを使ってるだけで、うん、あの人なんかコーヒーめっちゃこだわってそうみたいな、そうそう思われてしまう思われてしまうで本来はだからこれでこうなんですけど、うん、でもこれ完成じゃないんですよね。そう、実は完成じゃない。私が描いてる完成はこれじゃない。これなんですよね、うん、これはもともとタイムモアのスケールに付属してるやつなんですけど、うん、ここにこの形で木のプレートがね、寄せ木で作った、そう、ゆらぎさんオリジナルのプレートが実はあるんですよ、うん、ただ出した瞬間にもう売り切れてしまう、そう、買いそびれたっていう、うん、そう、それを買って初めて完成なんです。そう、それをねちょっと狙ってます次は。いや、ちょっと楽しみですね。楽しみ。これでまたあれですね、キャンプで美味しいコーヒーが楽しめるんですね。そう、より一層、より一層ね、楽しめるっていう一品ですよ、これは。いやー、これですね1、2、3、4、5、5点セットですね。5点セット。バリスタやん、もうキャンプ場のバリスタになりたいんキャンプ場に現れるバリスタそう不定期で、不定期で、グルキャンで振る舞うコーヒー屋さん、いいじゃないですか、いい夢じゃないですか。うん、ちょっとみんなにね、朝一美味しいコーヒー提供したいなって思ってますんでバリスタやん、もうもうバリスタなりたいんですよって、また一緒にはい、今回は今回は、ただただあの私のわがままで揃えたコーヒーセット、コーヒーセット、いや、いいと思いますよ、これは、うん、なんかちょっとかっこいい、いや、のかっこいい、こういう自分好みのカスタム楽しみ方もあるんやなってと思う、うん、はい、じゃあ今回の動画ははい以上ですね。以上です、はい、また何か新しいものはい買ったり、はい、これいいよっていうのがあれば紹介させてもらおうと思います、はい、紹介していきますね。はい、グリーンパークサートのフリーサイトからお送りしました。めちゃめちゃもう一撃で腰やられたからな荷物運ぶのにそうやな、ちょっとそう、オートサイトじゃないから、うんうん、久々のオートサイトじゃないよな、うん、フリーサイトやけど、うん、まあでもいいと思う、この景色は好きやで、うん、いいね、緑がめっちゃ綺麗で、no、でもただ一撃で腰がやられたからな、風強いしなめっちゃもう欲張って荷物乗せすぎて坂上がろうもんさ、上がらへんかったからですなんか靴脱げたよ、踏ん張ったらよっぽどやで、靴脱げるってびっくりした、うん、まあでもいいところですよ、はい、はい、じゃあ今回の動画は以上です。はい、じゃあグリーンパークサートから皆さんご一緒にやるねんな、やっぱり、はい、いいですか、はい、じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。バイ、サンキュー、ファイテオチャンネルでしたまた見てねはい、お疲れ様です。お疲れ様です。